どうもすみません。法治杯弥生賞の結果分析です。1着名勝天元、2着シュバルツリーゼ、3着ブレイキングドーンでした。大ハズでした。まず、結果として勝ったわけですから、名勝天元、馬は思ってたよりも自力あるなっていうふうに感じました。で、仕上がりとしてはですね、前走のキサラギ賞の時の方が良かったんですよね。 ちょっっと馬体が減ってですねなんか歩き方なんかもゴトゴトした感じになってたんであんまりパドックでの気配は良くなかったんですがでも今回はですね結構雨を含んだ馬場で時計のかかる決着になったんですよね。そういうような馬場になると意外とこういうようなゴトゴトした欠点のあるような馬でも走りやすい可能性もありうるかなというようなところで、まあ、例えば まだ体ができきってない馬はダートを使ったりすることがあるように、そう,うまあダ,ダートと芝は違うんですけれども、とにかく時計がかかった分走りやすかった部分はあるっちゃあるかなっていうような感じですね。まあ本質的に名称天元自体がこういう馬場を得意としてたっていうところが一番だとは思うんですけれども、まあ他にも要素はあって、ま、まあもう一つ挙げるとすると、他の馬たちが 勝手に前の方で自滅して前や内の方で自滅してそれで外をスムーズに回って自分の競馬ができたっていうところもあってレース展開的にもどハマりしたかなっていうような感じなんですが、まあ、でもそれにしてもこれだけ走ったわけですから名称天元にも思っっていたた以上の自力があったんだろうなっていうようななよ感じですねそれでこれを忘れちゃいけないことというよりかは僕はまず忘れられないかなというようなところで。 前キサラギ賞の時に僕は名称天元を狙ったんですよね。で、そのサラギ賞の時の方が仕上がりは良かったですし、相手関係やコースを考えても名称天元には合ってたかなっていうような感じで、あの時こそ思い切った騎乗が必要だったに、中途半端な形で外を回って、一番ロスのある競馬をしたいような形で、名称天元、馬券圏内に来れなかった。 も加算できなかったとっいうところがありましたよねあの時のレースに関しては、まあ、2着に来た馬みたいに最高峰で直前だけの競馬をするかそれか早め戦闘っていうような意識ですねそういったような意識で乗っていれば名はは馬券圏内には来ていたと思いますですから僕はその時というか結果分析の方で池添騎手の騎乗は良くなかったっていうふうに批判した部分があって。 どうしてもその今回名でで池沢機種は勝ったわけですよね。情報っていうのは更新されるというか印象っていうのは更新されますし新しいものの方が目立つところがあって今回名称点元で池添棋士は勝ったから好奇情素晴らしいっていう風にそういうふうに評価される可能性はあるんですけれども。 前走のミスまず1 2分の1っていうところがあって、まあ、とにかくその結構ですね競馬って負けたことの方が忘れられがちというか気にされないことの方が多くて歴史的にも記録として残らない記憶としても残りにくいっていうところがあるんですよね。まあ大体いいその重勝プレイバックとかで見ると勝ち馬とか。 構想した馬たちが目立つようになってて、まあ、よっぽど気にかけてる馬とか何かがあったことじゃないと負けた馬たちっていうのは理由だとかあとはそうですね構想できてたかもしれない能力のある馬でも全くいなかったことになる可能性もあって名称天元についても今回は レース展開やババヤいろんなものがかみ合って勝ったから良かったんですが名称天元についてももしかしたら記録記憶に残らないまま終わってた可能性もあったかなというようなところで、まあ、それぐらいなことがあるので、まあ、僕は今回名称天元のことをしゃべることよりも前走如木月木賞の時に負けた時あれはただ本命にしてて。 馬券にならならら、かかったからそれの腹いせで喋ったということではなくてやっぱりそれだけの理由があってまあここで走ったからこそ名称転元の能力が証明されて僕が如月賞の時に狙ったそういったような理由も分かったとは思うんですけれどもでもそれが証明されずに終わった可能性まあ僕のことはいいんですが。 名称天元っていう馬がそういうような感じで扱われて終わる可能性もあったということでまあそういう本当に不運な馬いっぱいいますんで実際にいっぱいいますんでそういう馬たちをなるべくピックアップするっていうのは僕の仕事の仕事という感じではないお金は発生しないんで仕事ではないんですがまあ僕のやりたいことの一つかなっていうような感じですね不名誉な感じで終わらせないように馬たちを ピッックアップしたり、まあ、ジョッキーについてもそうなんですけれどもそういうふうに拾い上げてこそ最高の精度の競馬誌ができるかなというふうに思ってますねそれでレース全体についてなんですがまずラストドラフトはルメール騎手から田辺騎手に乗り換わってますねでルメール騎手については前日にですね要件戦で北村宏騎手の落馬を 引き起こすそういったような車高をですねちに持たれるような感じの機長があってそれで機長停止9日間になるんですけれどもまあそれ関係なく土曜日の時に何かその時なのかわからないんですけれども怪我があったということでルメルクシュはこの弥生の日の日曜日全休っていうような感じですねそれで乗り換わったような形ですね。ル、まあ、ルメルキシュ、まあ 基本的には不運でルメール騎手あんまり悪くないんですけれどもやっぱり馬っていうのは生き物で怖いなっていうような感じの競馬ですねまあでも一番心配なのは北村宏騎手ですねそれでラストドラフトが田辺騎手に乗り換わって、まあ、やっぱり影響はあったはあったんですが田辺騎手もうまいジョッキーなんでルメール騎手が乗ってたとしてもラストドラフトは 勝てそれっていうのは仕上がり具合ですねパドックでの歩き方でですねちょっとそのお尻とともに頼りがちな歩き方というか体全体のバランスがあんまり良くなくて足と胴体の連動っていうところがあんまり良くなかったんですよねですからツイッターの方のパドックの方でラストドラフトはあんまり良くないこじんまり 見えるというふうにもつぶやいたんですけれどもレース前のパドックの時点でラストドラフトは飛ぶ可能性十分あるなっていうふうに思ってましたでそれでも逃げる形だったらある程度もしかしたら構想する可能性はあるかなとは思ってたんですが今回田辺騎手が逃げてそれで、まあ、結構周りもプレッシャーをかけるような形というか早め早めっていうような意識の馬も多くてなんかそんなに。 ララストドラフトドフは楽ななければできなかったですねただ、自力があれば全然問題ない程度のプレッシャーなので今回に関してはあれで伸びきれなかったというのはラストドラフトに今回のできで能力が足りなかったという部分が一番大きいかなというような感じですね。で、そうなってくるとですね、その逃げてるラストドラフトを意識してる馬、ジョッキーもいるんですよね。それの 典型というののがカントルのミルミコデムーロシですねラストドラフトが先行する逃げるかもしれないっていうところでカントルミルコ・デムーロクシもスタート直後からポジションを取りに行って34番手のうちの方から競馬をしましたよね。で4コーナーの手前から4コーナー前後も多分ラストドラフトを軸というか目標として競馬を組み立てたと思うんですけれどもそのラストドラフトがですね 4コーナーの手前からあんまりその加速がついてないというかギアが上がりきってないような感じというか、まあ、田辺騎手もちょっとため逃げに近いような自信を持った乗り方をした部分もあったとは思うんですが結果としてラストドラフトは4コーナー前後での加速というか手応えがないというような感じででさらに馬場のいい外に真ん中どころに出そうとするような乗り方ですねそれでうちの方がぽっかり空いたんですよね。 でそこでですね西のデイジーの勝浦騎手の方がですね先にそこを突こうとしてそのうちにいた関東ミルコ・ゼムロ騎手は西のデイジーが来たから慌てて仕掛けるっていうような形ですねあれがよくないですねあの自分の意思でですね先に動いてっていうような感じならいいんですが西のデイジーに外から先に仕掛けられてっていうような 後手後手の仕掛けになってて、しかも西のデイジーとカントルは能力がかなり近いっていうところがありますし、まあ、この有力馬2頭がですね、うちの馬場の悪いところに突っ込んでいって、2頭でその、そ総裁、まあ、創殺って書いて、総裁って言うみたいなんですけれども、そういったふうに2頭で潰し合いみたいな感じになっちゃってるんですよね。で そういった中で、まあ、そのラストドラフトも手応えあんまり良くないですしうちの方で2頭の有力馬たちが自滅っていうような潰し合いっていうような感じになってきつい競馬をしてだからこそ外の方でスムーズに競馬をできた馬たちが構想して上位に食い込んだっていうような感じになりましたよね。とにかく西のデイジーの勝浦騎手はですね まあレッスセンスのいい馬ということで、能力も高いと馬の力を信じてて、それでラストドラフトが外行ったんで、まあもう行っちゃおうっていうような感じで勝負かけた部分もあったと思うんですよね。ですが、それにカントルがうちの方から慌てて付き合ったことによって、どっちともきつい競馬になって、西野デイジー自体はまあ自分で選んだ進路で、カントルが来なかったら西野デイジーは馬券圏内には来てたと思うんですけれども、 でもカントルが来たことによって西のデイジーも苦しくなってさらにカントルっていうのはもっと不器用なタイプの馬でもあってああいうような中途半端な形でしかも馬場の悪いうちの方でっていうことになるとなおさらしんどい競馬になったかなっていうような感じですね。まあ、ミルコ・デ・ムロ騎手の判断の悪さっていうところが最近の重傷では目立って、まあ、スワブ・リチャードの時もうちに行っちゃいけないのにうちに行って。 エポカ道路のバシーン、うちの方にいてきついポジション取りきついプレッシャーのかかる競馬をしちゃったというところもあって、まあ、うちをつくんだったら今回に関してももっと大胆に早めに西のデイジーが来る前に仕掛けていくぐらいな形で先抜け出すというような形だったら直線で馬場の真ん中どころとかにも出せてた可能性がありましたしそういったような判断力の良さだとか 重勝や大舞台での勝負強さっていうところが以前のミルコ・デムロ騎手にあったんですがここ12年というのはなんかそういったような神がかった騎乗っていうのが見られないのがミルコ・デムロ騎手で今回のカントルや先週のスワーブ・リチャードに限らずですね条件戦でも迷いのある騎乗が多くてですね、まあ、この弥生賞の後に12レースにレッドベル・ローズっていう有力版載ってたんですが。 その時も後方から中途半端なタイミングに中途半端に先端に取り付いてそれで変なタイミングで待って結局その4コナー前後の勝負どころで仕掛け遅れになるような感じでもあってまあ他のジョッキーたちの方が腹くくってのって武藤騎手とか若手騎手の方が腹くくって思い切って追い込んでっていうような競馬をしてたりだとかなんかチグハムグな競馬が多いのが今のミルコ・デムーロ騎手ですね。 まあ、その馬を動かす技術に関してはですね、調子が悪かった時から復調して、先週、今週と馬は動いているんですけれども、気持ちの面ですね。なんか先方だとかレース感というところが、今チグハグなのがミルクデムーロ騎手かなっていうような感じですね。まあ、もともとメンタルが弱いジョッキーですんで、まあ朝,朝起きて今日ダメな日だっていうふうに思ったら、その日。 ダメっていうような感じになっちゃうような感じそういったようなことも言ってますよねまあ、ですからメンタル的に今なんかおかしくなっているのがミルクーテムロキシかなっていうような感じですねまあ、でも技術面はいいのでオーソドックスな競馬で馬を動かせるそういったような感じになった時には勝ち負けにはなるんですけれどもっていうような感じの状況が今のミルクーテムロキシかなっていうようなところはありますね それでは上の方から1頭ずついきますラストドラフトララストドラフトドフについてはさっきも言った通りパドックの時点で前走よりも出来が落ちたなというような感じがありました胴体と足の使い方があんまりうまく連動できてないというかバラバラに近いような感じで友やお尻に頼るようなそんな感じの歩き方でしたねでレース前にもですね言ったように ポリトラックの追い切りが影響している可能性があると思いますね。最初追い切りポリトラックでやったんですが、ポリトラックは、その、体への負担を軽減するというか、負荷があんまりかからないっていうふうに言われてたりするんですけれども、でも、足先のグリップが効きやすいっていうような、そういったような走りやすさもある馬場面みたいで、で、ウッドチップとは、 ポリトラックは違うんだと思います、ね、でそうなってくるとですねバパが違うと体の使い方変わってくるんですよねグリップが効いちゃうとその分友とかお尻とかその辺を使う比重が多くなるんじゃないかなっていうふうに思っていてでその結果としてラストドラフトはもしかしたらバランスが悪くなった可能性はあるかなっていうふうに思いますね。 一周前追い切りのウッドチップはすごくいい動きだったんで、もしかしたら一周前のあの後に出走してれば違った形になってたかなというふうに思いますんで、実際に原因としてはわからないんですが、とにかくパドックの時点で良くなかったことは間違いないかなというような感じですね。西のデイジー。西のデイジーは仕上がり良かったですね。まあ、い切りも良かったですし、 具体的に、見た目的には良かかったたななないうようよ感じなんですが、ただやっぱりその力がたまるような歩き方はできてないっていうところがあってその迫力っていう部分は保養にもないかなっていうようなところで、まあ、それはレース前に追い切り映像を見てちょっとその伸び伸びと走りすぎてるというか力がぐっとたまるようなそういったような状況ができてないっていうふうに言ってたんですが。 まあそのまんまの部分がパドックでも出ててやっぱりその一戦級相手にですね g 1で戦っていくとなるとちょっと物足りない部分はあるっちゃあるんですけれどもただレースセンスのいい馬ですし完成度の高い馬なんでうまくごまかしごまかし回ってきてスッと抜け出すような競馬ができた場合だと。 現状では完成度の高さである程度やれる可能性はあるかなというふうに思いますねただ今回の場合はですねど道中引っかかり気味で足が止まりきらなかったとっいうような見解もあるんですがそれよりかは後半が結構厳しい競馬の中で四コーナーの手前から西野デイジーは自分から動いていくような形で結構強気の競馬をしたんですよねそうなってくるとですね西野デイジーはちょっと 反応が良すぎるというか、まあ、そういう,うに伸び伸び走るようなところがある分変に足を使ってしまうところもあると思うんですよね。もしずぶいタイプだとかそういったような加減しながら走るような馬だったら勝手に足がたまるようなところはあるんですが西のデイジーはあんまり行かせちゃうと足を使っちゃうようなところもあると思うんですよね。ですから直線うちの馬場が悪いとはいえ 伸びきれれなかった部分もあると思いますねそれでですねねそでで僕はですねこの西のデイジーは乗り方一つでですね皐月賞で構想できる可能性あると思っていてただそれは乗り方を考えなきゃっていうふうに思っていますんで勝浦騎手や陣営の方がですねどう考えて 西野デイジーの客室を考えているかっていうところで全然変わってくるかなっていうふうに思ってますね。僕のイメージとしてはですね、もっと道中下げた方がいいと思いますね。中段より後ろから競馬をして、足を溜めるということですね。でないとポジションを取りに行くと、その分コーナーから自分で競馬を作るような、正攻法の競馬に近いような感じになりがちなので、サツキシというのは、 コーナーナからある程度厳しい競馬になりがちということを考えるとなるべくごまかしの効くポジションですね中段よりも後ろで足をためて徐々に進出っていうような形でこのままのレースセンスとスピード完成度を生かせばそして直線の一番一番いいところで一瞬の足を使うっていうようなそういったような勝負をかけられればもしかしたら掲示板以上あってもおかしくはないかなっていうふうに思ってます。 ですからとにかくコーナーからあんまり足を使わないように立ち回るっていうようなそういったような競馬ができればもうちょっといい競馬ができるんじゃないかなっていうふうに思いますし今回に関してはちょっとコーナーから足を使って4コーナー前後から直線入ったところに関してもちょっと強気の競馬をしすぎた分っていうような感じもありますしまあ反応がいい馬だけにもっとごまかすような競馬をした方が可能性は広がるんじゃないかなっていうふうに思いますね。 で馬場に関してはですね勝浦騎手が馬場は上手い方だと思ってたっていうふうに言ってたんですが僕も比較的こなす方だと思いますねただ今回に関してはそういったような戦法的に強引すぎたのとあとは他の馬たちと比べて厳しい競馬をしすぎて、まあ、カントルとの潰し合いみたいな感じになった分厳しくなったっていうだけでもしカントルがいなければあの打ちをつくような形で。 1>, 1着か2着、1着はちょっと厳しかったと思うんですが、2着争いぐらいは普通にしてたと思いますね。それぐらいの能力はあったと思います。カントル。カントルはですね、まあ、どこがまだ完成度が低いとか、そういったことは説明しづらいんですけれども、まあ、とにかく馬体全体がまだ完成度が低いっていうような感じで、まあ、見た目的にも、 これからの馬だなないうようよ感じありますねただその完成度の低い中でもバランスは比較的いいんですよねですからパドックを見た時点でこれは後方で足をためてスムーズに外から追い込んでくれば普通に勝ち負けはできるだろうなっていうような感じがあって、まあ、単純に馬の比較でいくとまあここは大丈夫だろうなっていうような感じはあったんですよね。 特にラストドラフトの出来が良くなかったんでそう考えるとこういう全コーバーがあまりいい競馬ができないと追い込みやすいっていうところもありますんでそういった意味で普通に回ってくればカントルは問題ないかなっていうふうに思ってたんですがそこでミルコ・デ・ムロ騎手はラストドラフトを意識しすぎたポジション取りさらに4コーナーの手前から4コーナー前後のところ西のデイジーと。 余計なししし合いをしてしま,ったりだとかまあ馬場だとかいろんなものがあって不運も重なっちゃ重なったんですけれどもまず第一として後方から腹をくくるような競馬をできなかったっていうところが今のミルコ・デ・ブロック州の流れの悪さの一つかなっていうような感じででもああいうポジションを取るような競馬をしたら下でその ポジションででの乗り方もあるんですが、その対処の仕方っていうところでも中途半端になってしまって結果として馬場の悪いうちで西野デイジーと余計な競馬をしてしまったっていうのが今回ですねちょっとこれで賞金的に皐キ賞は使えそうないですねでまあ目標はダービーでしょうからそんなには絶望的な感じにはなってないとは思うんですがただ レース前に僕が言った通りあんまり現状では左回りそんなには良くはないっていうところがあってというのは直線の長いコースだと空を使っちゃうようなところもあるんですが左右のバランスっていうところでこの右利きだと思いますんで現状だとその右回りの方が長く足を使いやすかったりだとか安定感の走りあ,るある走りをしやすいところがあってもしかしたら 青葉ととかかプリンシパルステイクステ左回り使った時に権利取れない可能性はあるかなっていうような感じですんでまあそういった意味でもここで賞金を加算できなかったっていうところはかなり痛いんじゃないかなっていうふうに思いますねまあ京都の方でもありますんでできれば京都を使った方が賞金加算できる可能性は広がるかなと思うんですがただ賞金加算できたとしてもダービーに出走できたとしても まあちょっと現状ではあんまり左回りでは他の馬たちと比べてどうかなっていうようなイメージはありますね、まあ、将来的には左回り右回り関係なくなってくるとは思うんですが現状ではちょっと踏み込みのバランスとか体の使い方のバランスから右回りの方が乗りやすい馬ではあると思いますね里のラディウス里のラディウスは仕上がり良かったですね 比較的完成度も高いような感じで、まあ、もちろんこの間なりにまだ足りない完成度が低い部分はあるとは思うんですが、まあ、でも比較的欠点の少ない仕上がりではあったんじゃないかなというふうに思いますねただそういった中で馬場、まあ、ババがあんまり合わなかったっていうのもあるんですが勝負どころで反応が悪かったですね、まあ、元々その 不器用でずブいところもありますんでなおさらスッといけなかった部分もあると思いますしまあちょっとレース前に言った通り武豊騎手とあんまり手も合わないかなっていうふうに思っていて武豊騎手はどちらかというともっと息っぷりのいい反応のいい馬とかそういったような馬の方が合うタイプでずブい馬に関してはまあ以前はもっと動いてたんですけれども今の武豊騎手は。 あんまりズブい馬は合うっていうようなタイプではないのでそういった意味でも、まあ、ちょっと手も合わなかった部分もあってなんか能力を出し切れずに終わっったた部分もあったかなとにかく仕上がり具合と単純な能力比較でいくと上位5頭ぐらいには入ってる馬かなっていうふうに思いますしまだまだ期待できる馬だと思いますね。 o エルタイプの超一流ジョッキーですね、まあ、ムーア騎手とか外国人ジョッキーが乗った場合ですね、この馬、変わる可能性ありますし、ギアの上がり方、変わると思いますね。前走の京都で勝った時も、武豊騎手が乗ってた時あんまりギアが上がりきってないような感じで、本気で走りきってなかったので、まだまだ可能性のある馬だと思いますんで、重勝で構想できるレベルの馬ではあると思いますね。 あとちょっと余談になるんですが武豊騎手フォームが変わったように感じないですかね、まあ、なんか道中で見てても武豊騎手ってわからないような感じになってますし、まあ、勝負どころですね仕掛ける時なんかもあんなに体下げてたかなっていうふうに思ってまあもちろんその馬によって見た目って変わるのがジョッキーなんですけれどもでもなんか 衆変わった変えてる意図的に変えてるのがちょっとなんか変わったなというような感じはありますね。それで、まあ、この週ですね土日ともに武豊学習、調子が良くなくて馬が全然動いてなかったので、まあ、どうしてもその年齢的に体調を安定させる調子を安定させるっていうのは難しいので、まあ、これはしょうがないので、まあ、次週以降調子戻ってほしいなっていうふうに思いますね。 まあ、なかなかリーディング争いっていうのは後半は厳しくなっていくとは思うんですけれどもでも今馬が回ってるうちに積極的な逃げだとかそういったような逃げに関しては衰え小さいので積極的な競馬でポンポン成績を上げていい馬が回ってくる流れっていうのを止めてほしくないなっていうふうに思いますね。シュワルツリーゼ シバルツリーゼは、まあ、はったにしても2着に来ましたね。これは大きいと思いますね。この馬に関しては、レース前にも言った通り、素質では上位2、3等には入るというふうに言ってましたし、まあ、素質の返礼を見せる走りを見せましたね。で、まあ、ちょっとですね、早仕掛けではあったと思いますね。 もうちょっと待ってばよかったんですけれどもちょっと強引に早めに仕掛けていった分4コーナーのところでそれに気づいたブレイキングドーンフクナガキシュに対応されてブレイキングドーンフクナガキシュも行かせないようにスッと仕掛けましたよねでその結果としてちょっとシュバルツリーゼは若さを見せて外に膨れるような嫌々するような感じになりましたよね、まあ、普通の馬だったらあれで終わることが多いんですが よくあそこから指してきたなというような感じでま,あまだキャリアが浅分あまり競馬が分かってない分走った部分もあるのかもしれないんですがまあでもあそこで止まるのと伸びるのとでは全然今後に向けて違いますんで伸びてきたっていうのはすごく明るい材料ですしまあこの気象的に若い馬体的にもまだ完成度が低いうちに。 表記を加算できたっていうのはかなり大きいですよね。ちょっとまだですね。多分調教の時点でもですね。目一杯追うような目一杯走らすような状況って少ないと思うんですよね。ですから。なんか今回の走りなんか見てても上手に効率のいい走りができたような感じがあって、まあ、もっとその軽く仕掛けるような競馬だったら。 安定したフットワークで走れるとは思うんですが、まあ、厳しい競馬の中で強気の競馬をしたことによってそれでまあなんか今までそんなにやってないような走り方をしてっていうような感じの、まあ、そういったような未完成な走りっていうところも見られましたね。ですから上手に走れてない状態でこれだけ走ったっていうことは価値がありますし上手に走れるようになったら。 どれぐらいまで伸びるんだろうかっていうようなそういったような期待を持たせてくれる馬ですねもちろんこれだけ気象が激しいともしかしたら気象的にだんだんと本気で走らなくなって素質が生きない可能性もありうるっちゃありうるんですが現状では本当に運もあるんですがいい形で自走移行を迎えられるんじゃないかなっていうふうに思いますねバンケドミンケミゴ。 バンケドミンゴはですね、この間なりに仕上がりは良かったと思いますね。見た目的にですね、ちょっと馬の形とか歩き方がエポカ道路と似てますね。まあ、ただ、やっぱりエポカ道路ほどのバネとか能力とか凄みはないですし、まあ、だいぶスケールは下かなっていうような感じはあるんですけれども、まあ、でも、なんかもう少しうまく変え見合えば、 いいいいところが出るんじゃないかななかううような雰囲気はありますね、まあ、今回積極的に先行したんですけれどもまあ、バ馬バだとかあとは相手関係も影響したのか早めに手応えが悪くなったっていうような感じですね。まあ、僕の中ではああいうような早めの戦法でいいところ出るかもなっていうふうに思ってたんですが、まあ、結果とけ結果からするとですね、まあ、基本的にはもっと 中段よりも後ろの方から指す競馬の方が合うのかなっていうような感じもしてきましたね。まあ、ちょっと相手関係が変われば違うのかもしれないんですが、まあ、とにかくもう少し足を溜めるような競馬をしていって成長を促した方がいいかもなっていうふうには思いましたね。ラバストーンラバストーンはですね、まあ、やっぱりここに入るとバネとか能力を取るなっていうような感じではありますね。 道中からついていけず、まあ、バボルの方も味方もしなかったかなっていうような感じではありますね。まあ、ダートでも走らないと、なかなか条件戦でも、自己条件でもすぐに構造とはいかないかもしれないなっていうふうに思いますね。ブレイキングドーン。ブレイキングドーンはですね、やっぱりこの馬もこの馬なりに仕上がりは良かったですね。ただ、やっぱりですね、一瞬の動きが遅いというか、 なんか歩き方や体の使い方なんかでも凄みっていうのが足りない部分があって変に綺麗にまとまってるような感じはあるんですよねその分やっぱり相手が強くなるとパンチが足りないっていうような感じにはなってしまうでしょうし今回はですね後方で足を貯めることができてそれで4コーナーの手前のところそこで後ろからシュバルツリー勢が来た時にですね 福永騎士も対応してここは譲っちゃいけないというところでちゃんと対応して大胆に仕掛けてましたしあれで伸びきれないんですから、まあ、現状での能力瞬発力の足りなさっていうところはあるかなっていうふうに思いますね比較的ハマった競馬の中であれぐらいしかできなかったんで、まあ、なかなか厳しいなっていうような感じですよねまあ馬場もこなす方だとは思うんですがただ馬場が渋って だからといって鬼のようにびっくりするような走りをするっていうようなタイプでもないなっていうふうに今回は思いましたね。地方場ないままないままはですねまあ徐々にポジションを上げてそれで4コーナーの手前のところで早めっていうような感じの競馬ではあったんですが、まあ、ただその逃げ馬のラストドラフトだって。 まあ、田辺騎手だって4コーナーの手前から早めにっていうような意識をするのは当たり前で、まあ、もちろんそこは仕掛けどころなんでどんどんペースやギアを上げていくっていうところなんでそういう風になるわけであって結局結果として早めは早めなんですが綺麗な競馬をしているような感じでもあるんですよね。ですから 他のマタジがです、ね、ペースを上げきれないようなそういったようなタイミングに一気に動くだとかそういったような大胆さがもっと必要で結局は中途半端な競馬をして終わってるんで、まあ、このままずぶくて不器用なところもあるんでまともに競馬をしたらついていけなくなったりするようなところがある分結局能力を出し切れずに終わってる部分があるんですよね。これだけ時計のかかるような馬場になにったら このま,まチャンスは広がるんですけれどもまあただ結果として綺麗な競馬をして全くいいところが出なかったっていうような感じですよね。でまあ仕上がり具合に関してはですねやっぱり調子はあんまり良くはないですね。で、まあ、やっぱりその点に関しても地方の深いダートで調教してるっていうところがあんまり良くないのか友やお尻ですねその 友に頼れるような歩き方になってしまっててもっとスースッと足が出るような歩き方ができないと、まあ、結局その力のいるダートで走ろうとすると友に力が入ってしまうっていうようなところもあってこういうような感じになっているのかなっていうふうに思いますし芝でやろうとするとちょっと今の調整方法では難しいところがあるかなっていうふうに思いますね。 名称天元名称天元はですね、まあ、とにかく運もあったんですけれども、まあ、こういうパパですねパパが渋っても全然なんか危うさのない走りで力を出せばこれぐらい能力があるんだなっていうような感じですねでしかも前走の木更衣賞の時よりも出来が落ちてる状態でこの走りができたわけですから。 思ってた以上に可能性を感じるというか皐月賞はさすがに両馬場だとですね分が悪いとは思うんですけれども馬場が渋って主不良馬場までいった場合だと十分チャンスが広がるんじゃないかなっていうふうに思いますね。もともと未処理戦の時から強いところがあってだからこそ僕は皐月賞の時に高く評価したっていうところもありましたんでまあなんか 現状では同世代でも条件次第では面白いところがあるなっていうふうに思いますね。で、まあ、池添騎手に関しては、まあ、とにかくその如月賞では一番うまく乗れなかったジョッキーの一人で、まあ、今回勝ったにしても結局は成功率2分の1っていうところなんですが今回に関しても特にうまく乗ったというわけでもないんですよね。まあ、早め前,前走キサラギの時にめても あまり良くなかったということで今回は早めに仕掛けたらしいんですがでもレースを見てみれば分かるとおりそんなに大胆に仕掛けてるわけでもなくて結構普通に回ってきてるような感じですよね。ですからもしですねラストドラフトとか逃げ馬先行馬たちがですね手応えが良くて抵抗したり突き放すような競馬をした場合だと仕掛け遅れになったかなというような感じで。 結果として今回はラストドラフトや先攻馬たちに足が残ってなかったということ、加速しなかったということ、あとは他の有力馬たちがうちの方で勝手に潰し合って自滅してるっていうような感じになってる中で、普通に回ってきた名称点源がストレスの少ない形で加速できたっていう部分があっての強さを見せたかなっていうような感じですんで、やっぱりそうですね。 今後その一発を狙うとしたらもっと大胆に仕掛けるだとかもしくは待つべき時には待つだとかそういったようななるべく極端な競馬をしていかないとこの馬は切れ味もそんなにはないですしあとは中山コースでスピード勝負になると多分そこまで器用に立ち回れない可能性もあると思うんですよね。ですから足の使いどころに関しても長く足を使えるタイプにしてもやっぱり。 マイペースで他の馬たちの競馬に飲まれないような競馬をしていた方が構想できる可能性が高まるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、とにかく今回はいろんなものが噛み合ってさらに名称天元自体も自力の証明ということですね、まあ。今回の出来でこれだけ走ったら次はもっと良くなる可能性がありますんでそういった意味での期待値はあるかなというふうに思いますね。 以上です。ABCDEU 会員というコンビの東野昴と申します。失礼します。